2021年1月31日日曜日 NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」第43回「闇に光る木」放送が終わりました天正10年安土お献立出てきましたね徳川家康京王前安土城天守信長の館のレプリカです5月15日落ち着き前本前 一のののことですねの禅。6番目に書かれているのが船の寿寿司。船寿司です。いつも悪者にされますが今回は違いましたね「キリンが来るの」の歴史監修の小和田哲夫先生の「戦国小和田チャンネル」を見ていました「俗軍書類獣第23集の下」。 落ち着き前が紹介されていました。五月十五日落ち着き前本前一の前ですけれども、タコ、タイの焼き物、なじる生す香の物、船の寿司お飯以上七品目です。 安土城天守信長の館のレプリカとも一致しておりましたキリンが来るの狂然を見てみましょう、えー、6品目しかありませんないものはですねど真ん中ですナマスがありません恋のナマス恋のナマスの、えー、レプリカの説明書きを見ますと身を細かく切ってわさび酢で和えるとあります 品品置くべきところが6品しかない。何がないと言われればど真ん中に置くべきナマスがないここですど真ん中にあるはずの恋のナマスがありませんさあどうでしょうか気づかないはずなくないですか 禅の内容いろいろ光秀と話をしたりとかああだこうだと言ったりした時にど真ん中に置くべき恋のなますがありませんでですね、えー、じゃあ光秀が言う通り、えー、二の禅がございますと二の禅どうなってんだという話しますと二の禅はですねうるか内丸ほや冷や汁 不団に貝あわびハムまあこれハモですね鯉の汁の7、えー、品でございます、えー、ご覧の通りですね禅の上が満杯なんですねつまり二の禅にナマスを置く場所などありませんよって光秀は本禅 禅の,のど真ん中にナマスを置く必要があったと言えます徳川家康と明智光秀が結構仲がいいとそのことについて織田信長が森蘭丸を経由して気にしているという描写がありましたそして羽柴秀吉の援軍に早く行けと丹羽長秀に引き継げと 庭永秀も分かっているからという、えー、段取りを信長は考えていたわけですけれどもそれを、えー、光秀は徳川家康からの、えー、使命であると、えー、本人とも話がついているということで信長を押し切った信長としては早く羽柴秀吉の援軍に行ってほしかったところを光秀にやらせた よくやったんだけれども爪が甘くて肝心なところでミスをしたとそれを叱責したら今度は慌ててえ知るものをこぼしちゃったとでそれについて森蘭丸が飛び出してきたところをえ跳ね飛ばしてしまったとさあどうでしょうさあ最終回どうなりますかというところでございます 信長もひどいところはありますが光秀ももうちょっとやりようがあるんじゃないかなと思えるところだと思いますがいかがでしょうかただですねそれよりも問題なところを発見してしまいましたタイですタイの焼き物ですけれども タイの料理は、ヒレを立派に立てることが礼儀で、ヒレ立てのことという盛り付けの決まりがあった、とレプリカの説明には書いてあります。こちらただの切り身ですよね。これは徳川家康に対して失礼だと思います。私が信長だったらこの点で切れてると思います。 NHK 大河ドラマ「キリンが来る」最終回楽しみですさようなら